100円ライター。それは本来火をつけるための道具であるが、見た目、そして大きさなどが古今東西ほとんど変わらないため、これを物差し代わりに使って商品写真などに映り込ませ、大きさの指標にすることもある。例えばこんな風に。 またある時はこんな風に使う。そしてこんな風に。またはこんな風に使う。例えばこんなものにも使える。100円ライター万能じゃないか。その時事件は起こった。なんだこれはなんだこれは ?100 円ライターが巨大化したのか ?100 円ライターが巨大化したのかそれとも私の iPhone が縮んだのかこれは敗北を意味するのかいいな 始まりなのだジャンボライターを購入してみました。えー、これからお盆の季節とかね、キャンプとか行く人多いと思いますけどもね、えー、十分にガスが入ったジャンボライターを使えばね、えー、焚き火とかキャンプファイヤーとかもね、こと足りるかもしれませんね。この間ファミレスのレジの横で見つけてね、これネタになるかなと思って買ってみたんですけどもね、いや、でかいね。実際どう使うかは置いといてね、ジョークグッズとしてすごく面白いんじゃないかなと思いました。ジャンボライターでございました 便利な LED ライト付き。